さあ、どうぞ。ああ。どうかしましたか？おう。そんなに。え？なんでもないよ。それではみんな、乾杯の温度を。さあ、隊長。じゃあ、今日からよろしく。それほど目も。大丈夫ですか？いやお、隊長。アマガイ隊長。実はお酒がダメなんですよ。たった一杯ですよ。いい加減諦めろ。うるさいぞそっちこそ。それにしても読みづらいマニュアルだ。レイエさん、俺は世界一のマニュアル読み。なんだそれ。せい、ダメになっつってんだよ。頼む。んやわ。あ、やわ。おい。あ、はいはい。あ、わかんない。どこかで。あらよ。あっぱれな働きじゃ。なんと楽しそうで。泣くなよ。ここどきなさいよ。でっかいズ、お前ふざくんじゃないっつ。ここあたしんちだよ。あれは違いますよ。こっちはあくまでこちらの居候。うるさい。どけ。やったわね。あなたです。問題あり。そんな気落ちしなさんな、天海君。しかし無念の極みであります。全然飲んでないよ。匂いだけで酔っちゃったみたいだね。そう焦らなくていい。まだ十分目はある。そうなんですか。ああ、浮竹隊長、行きます。ちょおい、待て天海君。そうか、俺早速次の作戦を練ってみます。ああ、怪我してねえか。怪我がなくてよかった。ちっちゃい頃から風邪とかもあんまり。ちょっと黒崎君、降りるんだよ。でもなんだよ。重いよ。思ったほどじゃねえよ。ダメ。でね、そんな言い方しちゃダメっす。たとえ重くても軽いと答えるべきっす。重くてもだんだん悲しくなってきた。助けてくれよ。ひどいでやつ、怖がって抱きついて。じゃあ言うな、僕には攻撃にしか。視察どんどんチェック触れそうか。ほら見ろ。ふう、酒。面倒なことは飲んで忘れちゃいなさい。昼間からお酒なんて。バカね。手が入れば一気に仲良くなれるわよ。そういうもんなんです。騙されたと思って。おお、こんなとこに酒瓶を買う。隊長、綺麗ね。松本、あれは。おい、お前。こんなところでうろうろしてった。食いたいのはわらわの方じゃ。食いたい？わらわばじゃな。お前どっから来た？え？何をしておる？あの、さっさと手を貸さぬか。あ、ほら。ちょうどよかった。わらわに何か食べ物を。おい、聞こえぬのか？わらわはお腹が空いたの。え？だからお腹が空いたと申しておる。だからそれどこじゃねえって。お腹が空いた。お腹空いた。やめろ。これは何じゃ。これは自動販売機でございます。するものじゃ。あ、これは。あら、姫様。大丈夫じゃ。みかんの味がするぞ。のいちご、あの面白いものがたくさんあるな。もっともっと教えてくれてかも。お前、それが人に物を頼む態度。上がって。お前らの苦労も水の泡じゃねえか。苦労知らずのお嬢様。俺だから。何しやがる。喋れよ。主のようなゲスが口にするでない。苦労知らずってのは本当。二度も食らうがや。ごめん、何しやがる。あ、伊勢ごと買ってたまれ。ありませぬ。買ってたまれ。買ってどうしても欲しいのじゃ。このような。いやいやいや、何でもない。屋敷に着いたらどうする。それは我々に任せておけ。こう見えても私は筆頭侍従だ。当然だ。だから堂々と中に入れるのだ。開門せよ、罪王子家筆頭侍従桐生政党遠光川ルサブローだ。そんな名前だったのかよ。ルリチオ姫様略氏の権威がかかっておる。おのれ、ここで捕まるわけにはいかぬぞ。ここは一時退却だ。お前で、てめえ偉い立場じゃなかったのかよ。体制を立て直すのだ。同じだろう。こうなったら仕方ない。行くでやんじゅ。ねえ、何してやがんだ、てめえ。いやいや、バカ野郎、宇宙だぞ。したら死ぬんだぞ。死ねなくてよかったず。何、朝から集まって。じゃーん、テーマは癒しだよ。注射。
ふふこれですわ。何？ザッピーのヨガだ。かわいい。井上さんこそ素敵ですわ。学校へ行けるのか？もちろんです。それは楽しみじゃ。黒崎いちごに会えるのじゃない？ルリッチオ様、あれは良い男じゃ。いけません。簡単に気を許しては、あまり不用意に近づくと返しのつかぬことになります。なんじゃそれは。いや、それは。おかわり。ええー、飲みっぷりじゃのキラ。すげえ飲み方だな。3番隊はこれから変わっていく。もう今までの3番だ。わかったわかった。わらわの据えたものが罰せられ、すべて虚偽。可能性は高い。目視による確認は未だにない。感じるのは各体の霊圧ばかりだ。我々を振り回していると考えても。さすが隊長であります。今のは私のセリフよ。うるさい。お前が俺の真似をしたんだ。誰があんたの真似なんか。超頭。まずいぞ、ウリュウ。非常にまずいのだ。こんな男前が増えては。悪い冗談でやんす。うっとうしいな。よくでやんすか。近い近い近い。心臓止まりそうになるって言っただろうがよ。アイシンブリー、そんな言い方ひどい。だから近いって言ってんだろう。なんで避ける。親父のせいだ。こんなラリアットだ。なぜにちゃと追って置いてく。ケチゴ、まるでボロ雑巾だ。雑巾ボロ。ここは私にお任せ。先に誰よ。絵にしだれ。おー、綺麗じゃん。何遊んでやがる。見ろ。あ、もっとマシな形にならねえのか。すごい。感心するの。今のうちだ。そうだった。ほわ、ほい。よし、そんじゃだね。ボロをか、何捕まってんだ。花粉を吹き飛ばしたのは貴様だろう。役立たず。こんな時のために。ネクラマシ、無駄。ありかよ、そんな。結界は強化しておいた。この家は外から見えないように科学的な結界も施してある。しか何かに見えているということか。あ、リッチオちゃんちがない。これはちょっとやりすぎなんじゃねえのか。姫様の恩義をお守りするのにやりすぎなどということはな。これからも雑用の生活が続くのか。7番隊の使うトイレ掃除させられたぜ。11番隊のバシリですか。遅れたとかなんとかつけられました。4番隊よりはまだマシ。そうですね、5体の4番隊に比べれば。まさか洗濯させられた。どうなっちゃうんだ。なんだ、知らないけど。そう言われてもこんなの。私も。何してるんだ君は。私だけ仲間外れは寂しいではない。この場合はいい。見えちゃう。おい、イチゴー。おはっ。あのクソ親父。あら、実のお父様をそんな風に。うっせ。何を。いつからそんな素直じゃ。大変がさらにめり込む。大丈夫。転入生を紹介するぞ。天竜と申します。にいるのは遠竜、そして住王子ルリチオじゃ。よしなに。 あお兄ちゃん、おかえりなさい。こんばんは、黒崎ゆずです。ほらルリチオ。ねえお兄ちゃん、夕ご飯お誘いしたら。ビミじゃ。現世の味もなかなかいいね。貴族の食事など作法ばかり。貴族？若い子が気にすんなよ。でもどうした？これ嫌いなのに。人参ダメだったんだ。何言ってんだ。農家の人が大事に大事に作っ。農家の人が作るのか。野菜一つ作るのも気にしなくていいから。甘やかすんじゃねえよ。人参を食べさせるとは何事だ。は？人参を出したまかない厳罰に処してきたことか。今回は知らなかったことゆえ特別に許して使わす。私、これは面白いものじゃな。ルリチオちゃん上手。ビギナーズラックってやつだぜ。いっぺーな、何すんだよ。わらわは上手なのじゃ。やんのかこら。なんだよ。ケンタコ。合同演習、そんなのいらねえと思いますけどね。合同演習か。意外と和気あいあい。よいしょ。やってみなきゃどうなるかわかんない。わかりますって。
大変でやんす。いいキャラドッケって見えんじゃないか。見せろってキー。ああやばい。